白い話になっちゃうもんね。だからそのためにその今行かないっていうのをよく、そうするとね、ちょっと、うん、済ませてるんじゃないかとか思われることがあるらしいんですけど。なるほどね。やっぱでも手痛めたらね、自分の確かに、うん、いやでもこの長い時間と思ってましたけど、あっという間に1時間経ってしまいまして、それで実はやっと近藤さんはお話し始められたので、いい声だなと思ってましたら、もうなんとあっという間に1時間ぐらい経ってしまったので、もう本当に、でもまだまだ、でもまだまだ聞き足りない部分もあるんですけどね。はい、なんか私は江戸、あれです、ロスからいらっしゃって、そのさっき安子さんとちょっと迎えに行った時にね、本当に一言二言なんですけど、日本語がとても綺麗なので、先ほどね、一度もお帰りじゃないからその時のまんまって言われたし、それから近藤さんもなんかすごく人とのつながりを大事にされてて、恥ずかしいですけど、最近日本人は結構忙しくなりすぎちゃってて、大事なことをちょっと忘れがちな部分も実際あるんですよね。だけどもなんか逆輸入された感じがしましたね、今。ね、だから僕ね、じゃあ最後にね、日本人として、はい、現在日本に住んでる人が、若い人から年配の方から気持ちを原点に戻すっていう意味ですね。気持ちがいい割合を説明してね、南極大陸を見るといいんです。あれはもう終戦後の日本がね、もう復興に向かうね、第一歩のね、原点だから。もう一回ね、今のこの、いわゆる、震災があった時代、今のこの円高のこういう不景気な日本の時代、だからもう一度気持ちをさ、南極大陸の時代の、日本復興に向かっていく時の、ああいうね、エネルギーとか気持ちをもう一回戻す、一人一人が。それは俺、絶対必要だと思う。あれは素晴らしいドラマ。私ね、最初はね、あんまり期待してなかったんですよ。だから見たんですよ。そしたらもうすごいハマってしまって、よかったでしょ？もうすごいハマってしまって、それでね、一生懸命とにかくその、なんか今個人的に自分のことだけつい考えちゃうじゃないですか。だけど、子供たちのために、それから日本を元気にしたいとか、なんかそういうその、なんていうのかな、エネルギーが、ものすごくね、嬉しかったというか、もう一回、私たちも頑張らなきゃって。だから本当にあれを見てて、そういうエネルギーをね、みんなが受けたら、ちょっとまた変わってくるんじゃないかな。ヒロさんね、アメリカで日本の番組とかチェックしてるんですよ。そうですよ、お詳しいですよね。だって、岡寺さんのムームラジオまで俺聞いてるから。そうそうそう。それで、笑点大好きだって。お笑いでも若い人の笑いは笑いじゃないと。笑点がね、いや、なぜかっていうと、テレビでさ、もう予算の都合かなんか知らないけど、品川にさ、吉本興業の若手がバーって、それを決定づける気はないんだけれども、彼らっていうのはさ、無理やり笑いを作ろうとしてさ、一生懸命ネタを作るのも分かるの。でも、笑点の場合は、木久扇ですなんて、ラーメン売れてバカなこと言って、ダジャレ言ってるけど、俺はあれ、笑いの原点なんだよ。自然の。私も死ぬほど好き。そう、ちゃんとね、ビデオが出たらすぐ、すぐ借りに行く。いや、私ね、実はね、私も落語にちょっと関わってて、広島で生の落語を聞かせようっていう助決がいましてね、今ちょっと転勤になって、久留米、九州の久留米に新聞記者なもんですから転勤になっちゃったんだけど、本物の落語を広島で聞かせたいっていうので、東京からとびっきりの本物の落語がさ、つまりテレビにたくさん出てるんでなしに、自分の耳で聞いて、この人はっていう人を呼んでくれるのがいるんですよ。で、2年前から、で、友達なもんですから、私もちょっと聞いてるうちに、やっぱり日本のね、話芸ってすごいなと思って。思いますよ。
ね、テレビでガチャガチャやってるのばっかりがあれだとね、若い人思ってるけど、やっぱりいいものを聞かないといけないなって、やっぱりね、何も笑うんではなくて、じっくり聞かせてくれると。そうなんですよね。日曜日のね、打ち上げっていうか懇親会で、うちのメンバーの古間さんとか、ザ・バーニョって妙と漫才聞いてもらった後ね、近藤さん一席やっちゃったですよ。あ、私ね、読みました、あのあれを、ブログを、はいはい、あのケンさんの、 そしたら一席やられましたって書いてあるから、すごいな。これはね、ブルマ君に伝授するんだっていうことでね、プロがやった方が絶対面白いから、俺が授けるからっていうことで、あの一席されました。もう綺麗な、あのオチのある、あれはだけど、本当にあの本当は中心蔵の中の、映画の中心蔵の中の一番のことなんだから。そうなんです。中村健之助と大川橋蔵の、ああ懐かしい名前が、でもあの俺あの時さ、はい、映画を見てうすら覚えて覚えたのちょっと言っただけだけど、はい、落ちだけはいいんだよ、いいですね。でもしっかり大丈夫なんだよ、仕事でさ、このタイミングとかじっと受けてたらこっちは最高だった、そうだからね、俺だからこの間俺酔っ払って勢いで文学にさ、ゆっくり喋れなんて言っちゃったんだけど、あの落語ってあんまり 早口で喋っちゃうと面白くないんだよね。そうですね、早口で喋る部分は早口で喋っていいんだけど、ちょっとこう音楽もそうなんだけど、間をね持たないでズルズルっと喋っちゃうと、彼もねよく分かってるんで、分かってなくてこう早口がいいんだと思ってたら成長はないけど、もうちょっと年を取ってくるとね、いい落語家にもっともっと、あの8年前に会った時にはっきり言って下手くそだったで、本人にもね、お前上手になったねっていう、だから成長してるからね、毎年会うたびに楽しみだと思いますよ。平田さんは、はい、お話になるたびにどんどん魅力が出てきますね。あ、私ですか。お口を開くたびに、あ、ありがとうございます。そういう感じでずっと私見て、見させていただいてたんですけども、まあ、ありがとうございます。すごい魅力がもう、どん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 口を開くたびに出てくる。安住さん上手に人のね、いいとこ見つけた。どうしましょう、ありがとうございます。さっきからずっと聞いてたんですけど、何にも語らない、お口開いた時にとっても素晴らしいですね。まあ、どうしましょう、ありがとうございます。嬉しいです。今日やってよかったですね。はい、もうね、私あのいくつになっても褒められるのが嬉しいので。みんなそうですよね。ありがとうございます。あとあの FM の、 あの、はい、NHK の FM のね、あの、ジャズの番組って聞いたことあります。その中でね、長いことね司会した小川桃子ちゃんっていう、はい、うん、女性がいるの、ええ、ものすごい間の取り方、声の良さ、素晴らしいんですよ。今もうクビになっちゃったみたいな。いやもう NHK ほらどん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 変わるからね。なんか NHK もね、あの民放化しつつあるなと思って、ちょっと、ね、残念なところがあるんですけど、そしてね、あの要するにあの官僚じゃないけどさ、あの長いこと同じ人に同じことを やらせるっていうのは、その癒着みたいなのがあるっていう、それはよくわかんない、だから変えるっていうのはわかんない、でもジャズの番組なんてね、プロデューサーが電話するともう変わりました、次の年出ますとまた変わりましたと、この間なんかさ、あ、私今度あの演歌の方からジャズになりましたって、ジャズお詳しいんですか、私は演歌は詳しいからジャズ分かりません、そんな失礼な、そんなのがやってんのよ。まあ、もうだからそれからもう NHK はいいやと。いや私はね、今から聞かせていただくんですけども、とっても楽しみに、まあ、大体楽しみにはしてたんですけれど、お話を伺って余計に楽しみになりました、本当に。期待に添えればね。いや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 。ただまあ、今日はやっこさん、足は前に出せないよ。プライスだから、そうなのよ、なんかおかしくなる。今日ね、携帯電話が鳴らしてもいいですけど、エミリーが告知入れてるんですよ、最初の声で。で、皆さんは今から始めますと、あの携帯電話をね、どうぞ鳴らしてもらってもいいけど、あのヒロさんの、それはマナーですね、ヒロさんのスティックか、やすこさんの蹴りが飛ぶことを、あの了承の上で、そういう作り話をするんですよ。
いやでも本当にね楽しみにちょうどね今すごいタイミングがいいのは最後の曲が始まりましたということで、あ、じゃあちょうど良かったですね。ここからすぐのとこで、はい、分かりました。大丈夫です。じゃあちょうど良かったので、ありがとうございます。はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。楽しかったです。ありがとうございます。なんかちょっとお褒めに預かったりして私も嬉しかったです。いや